高橋市街地から高橋川へ流れ込む伊賀谷川。明治頃まで周辺には染物屋が多くあり、染物屋を指す高野からいつしか高野川と呼ばれるようになりました。川筋には県下最古のキリスト教会堂や藩校優秀館跡などいくつもの歴史的な史跡が見られます。また高野川は江戸時代まで城を守る外堀の役目も担っており、戦国時代には川を挟んで城主の三浦氏と毛利軍の戦場となった記録が残っています。伝統的な景観の残る高野川筋を守ろうと仲間と共に奮闘したのは、高野川筋で観光物産館を運営する西雄介さんです。春には桜が咲き乱れた高野川筋も今は新緑の装いを見せています。歴史的建造物が点在する高野川筋、城下の風情を求めて観光を楽しむ人々の中に、ここに住み日々の生活を営む人の姿が映し出されます。学校の帰りに遊びに来てましたね。友達とそれこそ網を持って魚を取ったりはしてましたよね。今ほど整備はされてなかったんで、まあ、夏になれば草なんかが生えてて、大きい川の方へ行くと冷たいんでこっちの方が高野川にあるのは観光商業的な風景ではなく、日々の生活に溶け込む文化の風景。山田報国が学んだ藩校優秀館も現在は幼稚園になっており、朝には子どもの手を引いて登園する姿が見られます。しかし時の流れとともに風情の残る建物は老朽化し、少しずつ姿を消しています。男はちらの山田監督が高橋だった1作目と2作目のが葬式と法事というだけ12年経ってまた来られたんですけど、その時に山田監督言われたのが、この町は10年経っても何も変わってないと。それをこう褒め言葉と取るんかと取ればいいかあれなんですけど、とりあえず 特にそのもうこの高野川より上野地区がほとんどもう20年ぐらいのもう変化のないとこだったのが、やっぱりいきなり学生マンションが建つことによって景観がこんなに変わるもんかなという、その時にここの今のこの観光物産館があるところも売りに出されたんですよ。もともと農機具の倉庫だったんですけど、農機具屋さんの倉庫だったんですけど、やっぱりこの高野川筋の入り口に学生マンションが建ってしまうと、まあ、全体の景観も壊れるし、西さんたちは倉庫を保存する方法を模索し始めました。おばあちゃんおじいちゃんが結構地元のものを使った特産品作ってましたんで、そんなもん作っても売る場所がない、まあ、地元でのイベントでしかいうのもあったんで、まあ、12人のメンバーで始めたんですけど、すでに売られていた倉庫の所有者の理解も得られ、平成11年観光物産館高野川をオープンし、仲間と作った会社が運営に当たりました。別にここで何かをしようと思って始めたわけじゃなかったんで、この川を境に一つの町にとってのメリハリというか、残していく風景だろうと思うし、伝統的な風情と人々の生活が交差する高野川筋、今日も飾らない営みの美を川面に映し出しています。